ワンピース。異形であるボートガスリーエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルタウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かった。達成された。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりゴーさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのさんを気に入ってんだ。次も行くぜ。よっと、ふっ、ふっ、ふっ、ふやるじゃん。ゴーさん、ふっ、ふっ、ふらい、やろうか。この約束を力が力が力が、やろうか。次に負けるわ。次だ。見てろ、この者の危なか。相当来てるぜ。助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。せえ、お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ、生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなたれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。エースが囚われている処刑台へ向かうルフィ、仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。どけ、たち！あっ！
ハの字って回廊石が入ってんだ。やろう。お前は俺が始末する。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。ガノゴルノロケット、ガノゴルノ次だ。ガノゴルノロケット、やるな。どけ。ガノゴルノソダタは必ず生きてここへ来ると信じておった。これを兄の手錠の鍵じゃ。暗黒別やつは、ありがとう。鬼切るよ。よいのじゃ、よいのじゃ、気にせず先を急ぐのじゃ、ルフィ。ありがとう。行かせねえぞ、麦わら。パフュームフェブル。不届き者、控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようとも、わらわは許される。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目、悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目。さあ運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか。あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな強いのと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。押し上げる。
押し込んだ。見てろ、押し込んだ。バズーカ、こちらの番だ。繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、スカー殿、無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああ、すいませんおやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力は全てぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね、俺たちも全員アンテリア第4がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやじ、おっさん、スクワード、なぜお前がこんなことを。うるせえ、こうさせたのはお前らじゃねえか。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとは、とんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの群れを貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。